久保さん。いやー、僕、逆境開示ね、好きなんですけど、未来は僕らの手の中って、これ、ブルーハーツの曲でもありますよね。で、その開示のやつは、未来は僕らの手の中っていう壁が、あのね、あの、壁紙が貼ってあるんですよ、開示の部屋に。そう、さりげなく、さりげなく <laughs>。でも、開示って、その、いろんな逆境に立った時に何をしてるかっていうと、めちゃ考えてるんですよ。 めちゃくちゃ考えるんですね。そう。だからそれが他の人とは違うんですよ。どんな状況になっても考えて。だけど、どうせ俺には無理だってなった時にどうなるかっていうと、思考が止まるんですよね。わかりますでも、カイジは必ず考えるんです。考えてます。うん。だから思考は実現化するっていうことは、どういう思考を巡らせるのかっていうことなんですよね。うーん。 だからもうもはやどうせ俺には無理っつったら思考動いてないのでだから無理ですよねそうだけどその思考もねまあその言い方によればどうせ俺には無理だ,だどうせやったら失敗するという思考を巡らしてるんだったらそれが実現化するってことですよねうんだからどちらかというとあのー、なんだ多くの人っていうのは マイナスの方に思考するってことです。で、マイナスの方に思考することは別に悪いことじゃないんですけど、そのマイナスの思考の中で生きてしまうってことなんですよ。だこ人間なんで、マイナス,ス、プラスあります。例えば、車運転するにも、プラスとマイナスは同居してるんですよ。例えば、車運転するっていうのは、あの、まあ、あの、なんか、雨、しのげるじゃないですか。で、す,すごく簡単に引っていけるじゃないですか。 だけど、運転しないわけですよ。だから体力が落ちますよね。ね。車ばっかり乗ってたら、全然その歩いてなかったら、足腰弱くなりますよね。っていうマイナスがあります。じゃあ、今度、歩き。じゃ歩きっていうプラスは健康的にいいですよね。でも、目的地に行くまで時間かかりますよね。プラスとマイナスが同居しています。そんな感じなんですよ。で僕たちは、プラスとマイナスが同居している世界で生きています。ただし、この、あマイナス思考って何かっていうと、マイナスの世界で生きちゃうんですよ。 じゃなくてマイナスの思考を考えたとしてもプラスの思考を考えてじゃあマイナスの思考を生かしてプラスの思考を生み出すとかねだから常にこのぶっちゃけ言うと両方あるっていうだプラスだけだと目の目先のあ目の前のねあのー、ことをまあ、天狗になるとちょっと表現がおかしいか、まあ、プラスのことばっかだとね現実を忘れてしまって妄想の世界に行ってしまうみたいなふわーみたいな 分かりますこれは良くないですよ。だから、これねあの、両方大事ってことです。プラス思考が全てでなく、マイナス思考を活用して、プラスを考えて、自分の選択をどうするのかっていう、しっかりと両方持つってことが大事です。両方は存在すると。プラスの中で生きちゃいけないし、マイナス思考の中で生きちゃいけない。わかります。これ結構ね、ちょっと上級ですね。これちょっと上級ですけど。 多くの人はマイナス思考の中で生きてる。中で生きてる。ここがポイントなんですけど。そう。だから、その世界から抜け出せないってことです。うん。だから、プラスの世界とマイナスの世界があって、あこういう世界があるんだったなって客観的に見て、じゃあ俺はこの真ん中通るぞみたいな。なんかイメージとしては、じゃあこの道通るぞみたいな。 うん、どうすれば自分の人生が切り開けるのかっていうのをしっかりマイナスとプラスをしっかり勘弁した上で選択していくっていうとなかなかいい感じになると思いますまあでもこれちょっと考え方はね上級なので理解できないかもしれないですけど、うん、でも多くの人はマイナスの世界で生きているってマイナスの思考の中で生きているとマ,マトリックスみたいなもんですよそうマトリックスなんですね <laughs> マトリックスさんもね、あれ理解できる人ね、少ないですよね。久保さんは多分マトリックスの世界、まあまあ理解できると思うんですけど。<laughs> まあ今の話っていうのは、マトリックスの世界にちょっと精通するところがあります。うん。あれもね、意味しない映画でしたからね。はい。まあ、ということで、久保さん、あの、明日ですか、急遽申し訳ないですけど、まあ、あの、まあ、 時間が空いてたらでいいんですけど、その未来は僕らの手の中とかね、思考は実現化するとか、まあそういうテーマでね、対談をお願いしたいなというところで、まあ久保さんの、あの、いいよもし空いて時間が明日の午後ぐらいですかね、13時、14時とか、まあそのあたり、もし時間空いてるんであるならば、ちょっと寄らせていただこうかなと思いますんで、まあ無理だったら全然いいので、はい、もしあの可能だったら、 その思考は実現化するとか未来はなぜ僕らの手の中にあるのか未来はなぜ僕らの思考の中にあるのかっていうこのちょっとぶっ飛んだ話をしたいなと思うんでいかがでしょうかまあ明日の午後ですねちょっと時間あればまあ具体的な日時,時間に関してはまた移動もありますんでまあちょいちょいメッセージはやりますけど午,午後になると思いますまあ予定は13時14時遅くても15時とかそのあたりですかね、はい、もし空いてたら よりますでは